選挙で勝つ革命じゃなくて、うん、暴力革命なんですよ。暴力を肯定してまで彼女が目指すものとは。これは規則に反し、教室で許可なくビラをまくある学生を撮影したものである。何やってたらいいの？邪魔しちゃダメだよ。勉強邪魔しちゃいけない。こんな時代に勉強しろっていうことしか言えない。こういうのを奪っちゃいけないって言ったろ。一般学生の非難の声も聞かず、法政大学で活動を続ける中核派の中に二十歳の女性がいた。彼女は法政大学通信教育部の1年生。一緒に資本主義ぶっ飛ばそう。法政入って一緒にストライキやろう。彼女が法政大学に入学した理由に驚かされた。私はなんで法大に入学したのかというと、資格や就職のためではありません。革命をやるために入学したわけです。大日頑張ろう。ベルリンの壁崩壊からすでに20年。彼らが目指す革命とは一体何なのか。取材を申し込むと、意外にも中核派の最大拠点前進社に同行することができた。するといきなり、傘のたんびにカッターが入ってる。前進社のベルリン社は直ちに扉を開けて出てください。要塞のような入り口の扉には警察に幾度も家宅捜索に入られた傷跡が生々しく残っていた。じゃあ入りましょうか。はい、失礼します。テレビカメラがこの前進社に入るのは初のことだという。また扉があるんですか。はい。頑丈そうな鉄の扉がいくつもある入り口を抜け、やっと室内に入ると、まず目に飛び込んできたのが、あのカメラは何ですか。あれは監視カメラ。警察が来たら発出するというそういう。入り口には警察や敵対組織などの襲撃に備え、複数のモニターが設置されていた。この前進社にはおよそ100人の老若男女が共同で生活をしているという。60年安保の頃からやってますよね。そうです。若い人たちと一緒に今やれるのはね、本当に幸せですよね。中核派によれば、1959年の結成以来、一貫して暴力による共産主義革命を目指してきたという。中年や熟年となった今も活動を続けている者もいた。彼らはここでどんな生活をしているのか。ここにあのメニューが表示されるんです。朝250円、昼350円、夜400円。日曜日はカレーって決まってるんですよ、夜。うん。前進社では共産主義を実践するかのように、食事を交代制で作るほか、全員で金を出し合い、組織の維持運営をしているという。学生ルームです。ちょっと散らかってるんですけど。前進社の中に学生ルームと呼ばれる場所があった。取材に訪れた時、案内してくれた彼女を含む12人もの若者がここで暮らしていた。ここが自分の居場所だなって思います。これちっちゃい時でも仙台の。両親は中核派の活動家。彼女は子供の頃から親に連れられデモや集会に参加していた。何年生だ、2年生とかじゃないですかね。
そんな彼女が中核派に入ったのは当然の結果だったのかもしれない。しかし上智大学ですよね。はい、確か慶応大学、うん、そうです、東海大学です。東海大学、はい。彼女のように特殊な環境で育ったわけではない学生たちまで、なぜ平成21年の今、共同生活をしながら共産主義革命を目指すのか。本気で社会を変えようと思って情熱が違ったんですよね。学生は大学の主人公であって、労働者が社会の主人公であって、だからそれであるがゆえに我々が戦争を止めることもできるし、大学から社会を変えることもできるんだっていう、ルールある資本主義とか、うん、その資本主義の枠内で改善していけばいいんだみたいな、うんうん、そんなんじゃこう全くないっていうか、うん、それを多分世間は過激派って呼ぶじゃないですか。ここにいる若者たちは今の社会に絶望しており、それを根底から変えることができるのは暴力革命であると信じ込んでいた。この中で逮捕されたことある人って何人？はい、はいはいはい、彼らに反省の色は全く見られない。法政大学で3回逮捕されてる。3回も逮捕されてる。法政大学。今まで逮捕って何回ぐらいあるんですか？僕は今回5回目ですね。5回目。5回目去年12月、東京拘置所。この男性、去年5月、法政大学でデモを行い、建造物侵入などの容疑で逮捕。およそ6ヶ月の拘留を経て、この日保釈された。国内外の、団結した力によって奪還されました。大資本をぶっ潰すぞ。そして保釈されるや否や活動を再開。逮捕されたことをむしろ誇らしいと思っているようだ。だがこうした中核派の若者たちの思いを根底から覆すような話を中核派の元活動家が語ってくれた。自分たちがね、なんか革命本当にやろうと思ってないんですよ。政権を取って多数だと思ってないんですよ。ですから思ってないんです。革命やろうというふうに。それは若い人たちが信じ込まされているだけで、上の人たちは思ってませんよ。なんであんな革命しようと言って、上の人たちは何をやりたいんですか。組織を維持したいというね、単に。維持が目的です。小西氏によれば、中核派は1970年代以降、内ゲバや武装闘争を繰り返し、大量の逮捕者を出したことで壊滅状態に陥ったという。つまり現在は革命をする気持ちも力もないが、組織維持のため若者たちを信じ込ませ利用しているだけだというのだ。私も、逮捕っていうことは経験ないですけど、逮捕されたとしても絶対こう挫折しない、こう確信があるっていうか、うん、絶対こう転校しないし、絶対権力に負けないし。またもし小西氏の言うことが本当であれば、彼らは一体何のために戦っているのだろうか。この件に関し中核派に改めて取材を申し込んだが拒否された。小西氏の言うことは事実無根だというのが彼らの主張である。そして中核派はかつての拠点を取り戻そうと法政大学で活動を続けている。しかし一般の法大生の目は冷ややかだ。怖いですか？怖いですね。めっちゃ怖いです。いや、アホなんじゃないですかね。暇なんですよね、きっと。天皇に関する条項について、
天皇制を打倒する際、第一章の会見は避けられないと思いますが、この会見に関しては賛同しますか？会見なしに天皇制を打倒することは理論上可能ですか？はい、私たちは天皇制に反対なので護憲ではないんですよ。で、もちろん天皇上皇も認めてません。で、会見をしなくとも革命で資本家政府を倒して天皇制を廃絶することは可能だと考えています。平成のうちに武装蜂起する可能性はありますか？はい、なるほど。まあ、私たちは今すぐにでも革命を起こしたいということはもちろん考えていますが、まあ、残り10ヶ月で武装蜂起という可能性は少ないかなと思います。